これは伝説のパカマラ。あ、これ開いてる。これ。戦車とかの大砲とか一発ぐらいだったら多分。本間くんとヤスさんと飯高くんを置きっぱなしにして3週間コーヒーお前らでバリスタ作れってやつがあったんだね。地球上で一番価値が高いって言われてる。これはあのジェイソン・ブラウズが作ったやつ。マラゴジッペのスカラティも美味しい。なんで世界三大芸者がパナマ、エチオピア、コロンビアをご存知ですか？はい、どうも、クリジョブの友江です。ちょっと今回緊急で動画を回してるんですけれども、先ほど鈴木社長との対談を終えまして、なんと秘密の地下倉庫に連れてきていただきました。一応一般公開はしてないんですけど、これなんかシェルターにも使えるっていうことで、核爆弾が来ても防げると。やばいやろ。あの扉も分厚い扉があるんですけど、あの戦車の砲弾一発ぐらいやったらギリ耐えられるんじゃないかって言われてる扉ですね。この中にはめちゃくちゃいいコーヒー豆が中で保管されてるんですよ。超高品質なコーヒー豆が、そして男のロマンが詰まったこの地下倉庫を見ていきましょう。なんて言ったらいいんですか、秘密の地下室です。コーヒーの豆の倉庫なんですけど、はい、この中に高い豆がたくさん入ってるんです。飾りみたいなのないですよ。あー、あんまりない。5月ぐらいからあの豆が入ってくるんですけど、はいはい、今ちょうど豆が全然ない時期で、とはいえなんかエスメラルダのその例のマリオ的なやつもちゃんとあるし、ほら、オークションのマリオとか、あとはジャンソン農園とかダマスタスとか、あとゲイシャビネッツとかちょこちょこまあまあで、あと高いやつはこれが高いやつだ。これがあの1ポンド1000と1000ドルのやつか。これ1個10万円10万円、20万円これだけに20万円30万円、40万円、50万円みたいな。でここに置いとくとワインセラーみたいなもんで、はい、長くちょっとこう置けたりとかして、そういうものが多少あったり。 あ、これあった。地球上で一番価値が高いって言われてる。はい、 いやこれ1個で2568ドルだから、これ30万円ぐらい。これで大体100万円ですよ。100万円持てないです。これ割とだからこの、まあ、バブルな感じはしますけど、ここに置いとくと地上に置いとくよりも温度も年間として数字一定だし、これは酸素も湿度も通さないって。でコレクション的に古いやつもあって、これは2019年の1位のやつで331ドル。グリーンがまだ全然グリーンの状態でそんなにダメになってないっていうか、これエリアなんですけども、結構これはうまいと。一回開けるとやっぱこうあの劣化は激しいんですよ。進んでいくっていうか、開けないままで大体は取ってあるっていう感じです。そうね、だから生豆って大体3年、まあここだともうちょっと持つんですけど、3年ぐらいかかって価値がゼロになっちゃうじゃないですか。それをなんかこう少しでも長く持たせるために地下の方が確かに絶対いいんですよ。はい、今のところかなり長持ちはしてるんでね。ちょこちょこいろんな豆取っといてあって、これはあのジェイソン・ブラズが作ったやつ、あれリアルジェイソン・ブラズコーヒー。豆ちっちゃいんですか。同じ品種でも粒ちっちゃいやつだけ集めることにできるから。粒ちっちゃいやつってのはその未成熟混じったり、まあ、いろんなダメな要素のやつ混じったりとかする可能性あるから、粒でっかい方だとかなりの確率でその未成熟少なくなってますから成長しきってるから、はい、だから割とそういうことしたりとかするんですけど、ちっちゃいやつの方が味濃かったりとかする場合もめちゃくちゃあるし。そうなんですよ。なんでかってこうフルーツの粒あたりの果汁の量が全然多いから、ちっちゃいやつうまかったりするのが普通にある。芸者とかってこう豆が長いから、はい、それなりの果汁がないとやっぱ味が染み込まないんですよ。やっぱこう肉厚でうまい方がいいよね、なんかね。だから僕はその掛け合わせにマラ芸者っていう。マラゴジッペって果汁がいっぱいあるんですよ、普通のやつよりも。はい、カスカラティとかじゃないですか、はいはい、マラゴジッペのカスカラティは美味しいですよ。あ、そうなんですか。うん、だからおすすめはマラゴジッペ。それちょっと初耳ですね。糖度もなんか高かった気がするな。そうか、カスカラティとかに関しては糖度高いものを選んだ方がいいんですよ。うん、糖度は熟度によって変わってくるけど、糖分の比率が多かったような気がするんだよ、同じ条件でも。ちょっとその気になってしょうがないやつがあるんですけど。なんですか。このテスト中って何ですか。なんかこれ黒沢くんとかに、エリーだ。エリーだとジャンソン。ジャンソン。どっちもナチュラルですね。なんかめっちゃ高そうなナチュラル。テスト中っていうのは、僕の誕生日ですね、これ。
おめでとうございます。ありがとうございます。9月27日生まれです。要はこのカーボニックとかそういうやつじゃないナチュラルでなんか実験、うちの会社の誰かがなんかやってる。あ、うちの会社なんか結構実験野郎多いはずなんですよ。楽しみで、どうなるのか。これ何入ってんだろう。これは美味しかったやつだ。パカマラですか。パカマラだけど、このパカマラ超うまい。これは伝説のパカマラ。飲んでみたい。豆焼けるの？焙煎機があれば。7ヶ月待ちです今。あれはちょっと持ってったら怒られるか。あ、これ開いてる。これ。これはね本当に美味しいよ。空気さらしちゃってると早めに飲まないとね。ワクワクしてますね、鈴木社長。これ、あの会社でちょっと誰か焼けるかな。これ焼く、これ焼く。これとかでもジャンソンだよ。これはいいやつだよ、これ。ジャンソンちょっと説明。ジャンソンは、IT プラス農園とかあっち側の方のやつで、負けてじゃないんですよ。木にまだ若さのパワーがボーンってあるやつで、香りとか結構乗っかって、芸者もまあまあうまいね。だけど、若い木の味みたいな、エスメラルダみたいに確実にこれっていう感じはまだなってないけど、ここの農園の最高になんか相性いいの僕は、パカマラだと思って、パカマラっていうと、エルサルバドルとか、ガテマラとインヘルとか結構有名とかあるじゃないか。だけど、このパカマラ、全然もう別物だよね。なんか、ああ、なんつんだろう、あのラズベリーくるくるパーにしたような感じだね。ラズベリーをくるくるパー。そう、だからそれはすごく僕はいいと思う。これどうなんだろう。あ、これはあのエリダ。エスメラルダは普通に何も加工しない豆そのものの味はめっちゃうまくて、はい、エリダはちょっと加工させて、なんだろうな、その嫌な感じ全くないもんね。上品な加工をした感じで最高。甘さとかってかなないもんね。アナロビックスロードライとか言って収穫の時にめっちゃ雨降ってるんですよ。ビニールハウスの下で長期間かかって乾燥させるんですけど、短期間じゃやっぱダメなんだよ。だって雨降ってるし、はい、こっちで下着とかこう畳んで持ってくじゃないですか、はい、トランクパカッてあげてみるみる湿ってくっていうかな。あのそんな感じですかね。あと笹農園のやつはどこなかったっけ。結構使っちゃったのかな。笹農園はもうないですね。はい、笹農園芸者ってことです。はい、笹農園と芸者の面白いやつがあって、はい、本間くんとヤスさんと飯高くんを置きっぱなしにして3週間コーヒーをお前らバリスタで作れっつったやつがあったんだね。なんかプレゼンテーション見ました。自分たちで積んだコーヒーチェリーでコーヒーを生成しましたみたいな。もうひたすらもう頑張っていろんな区画作ったんだけど、届いたら混ざっちゃってたもん。ちょっと感じだったね。でもなんか大枠のやつがちゃんと分かれてて、なんで混ぜるんだとかってみんな切れてて、だから現場で生成してる人があれ混ぜちゃったんだよね。ああ最初か最後ちゃんとグッてやるだけじゃなくて、はい、その時大変で、コロンビアに彼らのことを置いて、で、あのよろしくねって言ってベストパナマに行って、はい、でベストパナマ終わってまたコロンビアに行って彼ら連れてきたっていう、なんかすごいなんかこうツアーコンダクターみたいな感じで、まあ置き去りですね。まあまあまあ、で三大芸者だから、パナマ、コロンビア、エチオピア。なんで世界三大芸者がパナマ、エチオピア、コロンビアってご存知ですか。パナマ、エチオピア、コロンビア。パナマはね、発見されたから、はい、エチオピアオリジナルじゃないですか、はい、コロンビアは僕たち植えちゃったからものすごく重要なんですよ。あのその三大ぶっちゃけ三大芸者祭りの三大の意味を視聴者さんも分かってない方結構いらっしゃると思うんですよ。そういう意味やったんですか。そう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 。それで世界三大芸者って言ったら、でも俺たちにとってはすごい世界三大芸者で、確かに確かに、これすげえやと思って、価値がね一番最初に来るのはパナマかもしれないし、はい、エチオピアかもしれないけど、まさかコロンビアの理由はね、そのポイントって言ったら誰も思ってないんじゃないかって。いやでも今日いろいろお話聞いている中で、自社農園で芸者を生産されてるっていうのを聞いたんで、そこに入れても全然もうパナマ芸者に負けない、エチオピア芸者に負けない。気持ち悪い。はい、もうこれから期待してますよ。いい芸者を、やっぱこう高い芸者を売りたい、価値が高い芸者ね。はい、価値です。価格は価値を数値化したものだと思ってるんで、はい、いいものを作りましょうっていう気持ちはやっぱ重要ですよね。ここは倉庫だけど、はい、向こうの行動行ったらもうちょっといっぱいあるよね。はい、はい、後ほどそしたら見させていただきます。まああの一般公開はあまりされてない。向こうは多分しない。しないですね。
そんな貴重なところを見せていただいて、もう本当ありがとうございます。まあ楽しいでしょ。めちゃくちゃ楽しい。もうずっと階段降りてる時からワクワクしてました。大体サザコーヒーの本店から大体車で5分ぐらいのところなんですけど、ちょっと遠いのはちょっと残念、はい、まあアラートになったから10分以内に行けば助かるような話を聞いたんで、はいはい、ギリギリ助かるかどうかの命の瀬戸際の場所です爆風だけ超えられればいいっていうのを従業員の人も含めて、まあ、お客さんも含めて命が助かった。皆さん地下倉庫を作りましょう。番外編やったんですけど、秘密の地下倉庫でした。ありがとうございます。むちゃくちゃ貴重な映像なんで2回でも3回でも見てみてください。サダコイさんのねチャンネルの方もぜひフォローよろしくお願いします。グッドボタンよろしく、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。では今回この辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。この厚さすごくないですか。これすごいですねやばいです。工事してる全然わかんないから、もうめっちゃ踏んじゃってて僕これ僕の足跡なこれ工事してる時に全然わかんなくてすごい嫌だったグニャーとか言ってここの扉もすごいですね。これイスラエル製の爆圧扉なんですよ。うわすごいでしょね。まあおかげでその倉庫としてはかなり優秀な倉庫がこんなんないですよ。どう探すの、はい、頭おかしいっすよすごいですよ。だからドーンっていうその爆圧に耐えられながら、はあ、多分戦車とかの大砲とかだと一発ぐらいだったら多分これはこの倉庫としてはいけんじゃないですか